はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の10月25日の火曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、10月25日という日付になりますけれども、まあ、私にとってですね、この10月25日という日付は1年のうち何日かある記念すべき日のうちのですね1日であり、さらにその中でもですね最も感謝とですね、まあ、感謝を深めるようなそんな日付のうちの1日でもあります。本当に今日10月25日という日付を迎えることができてありがたいし、周囲、まあ、私個人に関係してくれる人、全ての人たちにですね、まあ、感謝してありがとうという言葉を伝えたいし、さらにですね、まあ、これから先もまだまだ頑張らなくてはいけないなというような決意というか、まあ、そんなですね、気持ちを新たにしたりいう意味で、本当に節目の日付であり、あるので、まあ、この今日10月25日という日をですね、誠実に一生懸命ですね、過ごしていきたいなというふうに思います。まあ、こういう日を迎えるにあたってですね、まあ、いろいろと個人にとって大切な日というのは1年のうち本当何日かあるので、まあ、そういう日をですね、まあ、こういうふうに自分の感想を述べたりすることができるような習慣をつけるということもですね、自分にとって大切な習慣なので、これからもこの新聞の音読というですね、自分なりのチャレンジというか、という挑戦というかですね、こういう企画といったら、大げさですけれども、続けて自分自身のために続けていきたいなというふうに思います。ということで、その他ですね、今日一日というか今日の日本経済新聞朝刊や、ニュースなどの中ではですね、ちょっとトピック、触れたいようなトピックというのが見当たらないので、この後ですね、社説だとか、それから、比較的関心のあった事項として、英国のですね、新しい総理大臣が決まった、まあ、首相が、決まったということで、内定といったんですかね、ということになったようなので、その辺のところはこの後の新聞の音読の題材で触れていきたいなというふうに思います。それでですね、まずは昨日の日経平均株価の終値からですね、確認をしておくとですね、昨日の日経平均株価の終値は26,974円90銭、26,974円90銭ということで、先週末の金曜日に比べるとプラス84円32銭、プラス84円32銭ということで、まだ2万7000円台には届かず、まあ、昨日の時点では取引を終えていたということですけれども、ニューヨーク株式市場ですね、今朝の時点でまた何百ドルか値上がりをして3万2000ドルぐらいを回復していた、ような、確かそんな感じだったと思うので、日経平均株価もですね、もしかしたら今日はまた少し、値上げ基調になるかなという感じですね。で、円ドル相場については1ドル149円に25銭から27銭、1ドル149円25銭から27銭ということで、先週末の金曜日に比べると1円22銭高、1円22銭高ということですけれども、またですね、海外の市場で151円台ぐらいになってきたところで、一瞬ですね、この円高に動いているということなので、まあ、日銀の覆面介入が、まあ、影響しているのではないかというふうにも言われてますけれども、日銀もあえていちいち発表しない、公表しないので定かではありませんけれども、まあ、円高が進んで、円安が進んでいくと若干、日銀が介入したりしているのかもしれませんけれども、まあ、当面の間はこういう動きが続くんだろうなというふうに思います。で、今日のですね、音読の題材に取り上げたい一つ目の記事については、社説の一つ目からですね、成長目標を下回る中国の経済無策を売る得るということで、この売る得るというですね、漢字がですね、まあ、憂慮の憂というんですかね、憂鬱の憂で、これに得るという振り仮名というか、送り仮名が、送り仮名じゃなくて送り仮名がついて、売る得るというふうに読むらしいんですけれども、個人的にはこの、売る得るという送り仮名をですね、見たことがなかったので、自分なりにちょっと調べてですね、あ、こういうふうな使い方があるんだなというふうなことも一つ勉強に、なったので、まあ、これから先もですね、わからないことは少しずつ自分なりに調べられる時には調べていくという習慣も続けていきたいなというふうに思います。
ではですね、この社説の一つ目ですけれども、成長目標を下回る中国の経済無策を潤えるというタイトルです。中国の7月から9月期の実質経済成長率は前年同期比 3.9% 増だった。前期の 0.4% 増から持ち直したが、年間では政府目標の 5.5% 前後を下回るのは確実だ。先の中国共産党大会では経済浮揚に向けた新たな具体策を真剣に議論する雰囲気に欠けた。来春総入れ替えする経済の司令塔をめぐる人事にも理念は感じられない。各種統計は党大会の期間中に発表予定だったが突然延期された。終わった途端に続々発表するのは政治優先で民間企業の活動や国民生活を軽視しているとの批判を免れない。恣意的な運用は統計自体への信頼も損ねる。今回の成長率持ち直しは上海市の都市封鎖で落ち込んだ4月から6月の反動である。地方のインフラ投資の伸びなどが寄与した。ただ新型コロナウイルスの感染封じ込めを狙うゼロコロナ政策の継続で消費回復は鈍い。1月から9月の成長率は 3% に過ぎず、今後も大幅な伸びは見込めない。住宅建設不況は出口が見えない。不動産開発投資は振るわず、住宅市況も悪化が続く。それからですね、9月の、主要70都市の新築住宅の販売、価格は前月比で下落しているのが全体の 77% で、8月から4都市増えた。特に北京、上海、広州、深圳という1級都市でマイナスになったのが目立つ。固定資産税にあたる不動産税の導入には進展がないものの、住宅政策の混乱で買い控えが広がっている。市場安定には総合的な政策が必要だ。9月の貿易統計では輸出が前年同月比 5.7% 増だったが、米国向けは 13% 減少した。牽引役のパソコン、玩具、衣類が減ったのが気になる。輸入では主要品目の集積回路が減り続けている。来春退任する李克強首相の後任には中国共産党内序列の2位になった、上海トップの李強氏がつく見込み。ただ習近平国家主席が浙江省にいた時代の秘書出身である李強氏は中央政府での実務経験が皆無である。副首相の経験者を首相に引き上げる長く守られてきた慣例も無視された。経済運営の司令塔としての手腕は未知数。共産党トップとして3期目入りした習氏は製造強国の建設などを訴えた。とはいえ肝心の民間企業の意欲を引き出す政策転換には触れなかった。中国式現代化ばかりが強調されており、国民生活に寄り添う具体策は見えない。中国の経済無策ぶりは憂うべき事態であるということで、まあ、先週からですね、今週にかけて中国の共産党大会があったことを受けて、連日社説もですね、中国に関する記事が軒並みですね、連なっているというか、まあ、連日社説で中国について触れているようですけれども、やはりそれだけ影響力も大きく、日本にとっても隣国という意味で、この地理的な意味でもですね、かなり、いろんな意味でこの中国の動向というものが日本に与えるインパクトも大きいということが、こういう社説というかですね、中国に関する記事の取り扱いから本当に伝わってくるということもあるので、これから連日のように同じことを言うようですけれども、中国の動向というものに目が離せないということが、こういう新聞市場から業界からも本当にじわじわと伝わってくるなというところですね。で、2つ目の音読の題材についてはですね、以前1997年に神戸市で起きた児童連続殺傷事件の事件記録がですね、家庭裁判所から廃棄されてしまったということらしく、それについてですね、触れているので、ちょっと個人的にはあまり興味があるようでないようでもありますけれども、社会的な問題としてはですね、やはりこの児童問題とか、あとはこの少年問題というのは、基本的には非公開で行われるので、やはり私たちが知らないとか関係ないということではなく、社会に起きている事件や事故、トラブル、それから問題がですね、どのようにやはり今後きちんとですね、積み重ねて、
研究をされ続けていくことで、できるだけ同じような事件や事故というものがなくなっていくようにということについてはですね、やはり私たちとは全く無縁ではないので、この辺のところもですね、きちんと社説から参考程度にでもいいから学んでおきたいというふうに思います。事件記録の廃棄はなぜ起きた。1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件など重大な少年事件の記録を家庭裁判所が廃棄していたことが明らかになった。資料価値がある記録の永久保存を求めた最高裁の内規に反する可能性がある。少年事件や更生の在り方を考えうる上で、貴重な資料であり見過ごすことはできない。最高裁の規定では少年事件の捜査書類や審判記録は本人が26歳になるまで保存するように規定。さらに資料的価値が高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件などは永久保存を求める通達を出している。神戸の連続児童殺傷事件は当時14歳の少年が小学生2人を殺害し挑戦状を残すなど異様な犯行の手口が社会に大きな衝撃を与え、少年法厳罰化のきっかけとなった。後世に残すべき対象であることは明らかであろう。被害者遺族が憤るのは当然だ。他に愛知県豊川市の夫婦殺傷2000年の事件や長崎県佐世保市の小学6年の女児殺害、2004年の記録廃棄も判明。少年審判は原則として非公開で行われる。記録が廃棄されてしまえば後から検証することはほぼ不可能。審判の内容を同種事案の再発防止に役立てることも難しくなる。2019年にも、憲法判断などが絡む重要な民事訴訟の記録が多数廃棄されたことが明らかになっている。裁判所内で裁判や審判の記録は国民の共有財産という意識が希薄だとすれば残念だ。永久保存を求める通達の趣旨を改めて徹底する必要がある。最高裁や各家庭は今回の廃棄について経緯や理由を調べる考えはないという、あまりに無責任ではないか。可能な限り遡って調査すべきだ。司法分野では IT 情報技術化の動きが本格化している。デジタル化で記録の保存が容易になったとしても同じような問題は起こりうる。適切な保存方法についてより明確なルール作りを検討すべきである、ということでですね、この1997年なのでもう25年前の事件ということになりますけれども、本当に、この時のですね衝撃というものは忘れることができないし、で、その後ですね25年経っても、この記録というものが、こうもですね簡単に廃棄されてしまうのかというふうに思う面もあるし、やはり記録というものはですね、いつかの時点では整理していかなくてはいけないという面もあったりもするので、なかなかちょっと一概には、言い切れない難しい問題ではあるなというふうにも思ったりもしますけれども、こういう事件や事件の一つ一つからですね、私たち自身がせめて、身の回りから同じような被害、もしくは被害者を出さないようにしていくという意味での社会生活をしっかりと送っていくという意識がやはり、一人一人には求められるということに尽きるのではないかなというふうにも感じたりもしますね。で、最後3つ目の音読の題材についてはですね、一番最初に触れたように英国のですねトラス首相の後任にスナク氏というですね初の、アジア系というかインド系の首相、インド出身ではないですけれども、インド出身の両親がアフリカからですね移民してきたインド系の両親のもとにイギリスで生まれて育ったスナク氏が42歳という若さでですねイギリスの首相に就くということが決まり、今後ですねそのチャールズ国王に承認されたりとかする手続きを経ながら、今日か明日かな、近いうちに就任されるということになるそうなので、このスナク氏のですね当選というか決定に関することと、あとはですねスナク氏自身の簡単なプロフィールみたいなものを書いてある記事も別にあったので、その2つをですね3つ目の音読の題材として合わせて確認しておきたいなと思います。英国の新首相にスナク氏、与党の党首選で対抗馬が全て撤退したそうです。
10月20日に辞意を表明した英国のトラス首相の後任にリシ・スナク元財務相42歳が就任することが10月24日に固まった。与党保守党の党首選を運営する1922年委員会が党首選の立候補はスナク氏一人だったと発表。出馬を表明していたモーダント下院内務省が、下院内総務が撤退をしたために無投票での選出が決まった。スナク氏が近くチャールズ国王から任命を受け新首相に就く。アフリカから移住したインド系の両親のもと英国で生まれ育ったスナク氏は英国史上初めてのアジア系の首相となる。トラス政権が失墜させた経済政策の信頼回復や財政再建に取り組むことになる。モーダント氏は立候補に必要な党所属の下院議員100人の推薦を確保できなかった模様だ。動向が注目されていたジョンソン前首相も10月23日の夜に出馬を断念。ジョンソン氏は新型コロナウイルス危機下にパーティーを開いた問題などの不祥事で9月に辞任したばかりで想定より支持が拡大しなかった。党内には返り咲きさせるべきではないとの声も多かった。スナク氏は党首選への立候補の声明で英国は素晴らしい国だが深刻な経済危機に直面していると指摘。私は財務省として新型コロナ危機下の最も厳しい時期の経済運営を担ったと述べ、財政再建や物価高対策を成功させる決意を示していた。スナク氏は投資銀行勤務を経て2015年に下院議員に初当選。ジョンソン政権で財務相を務めた。7月には不祥事が続いたジョンソン政権を見限って財務相を辞任し、政権崩壊の引き金を引いたとされる。前回の党首選では決選投票に進んだもののトラス氏に敗れた。党首選ではトラス氏の大規模減税策を批判し続けていた。9月6日に発足したトラス政権は英国史上最短のわずか50日弱での退陣となる。9月下旬に発表した大型減税を含む経済対策が財政悪化懸念を招き、通貨ポンドや国債価格の急落など金融市場を混乱に陥れた。対策の大半を撤回し、重要閣僚の交代や党運営の拙さも重なって求心力が急速に低下していた。ということで、その、トラス氏に代わってですね、着任されるスナク氏がですね、どのような人物なのかということを簡単に解説してくれている記事にも触れておきたいなと思います。政界入りして7年でアジア系初のですね、英国首相に着任をされるスナク氏ですね。英国与党の保守党の党首に選ばれたリシ・スナク元財務相42歳は政界入りからわずか7年で首相の座を射止めた、この、ですね、保守党の期待の星だ。前回党首選では党員による決選投票でトラス首相に敗れたが見事にリベンジを果たした。アフリカから移住したインド系両親のもと英国で生まれ育った英国初のアジア系の首相となる。脚光を浴びたのは財務省時代の仕事ぶり。2020年2月に39歳の若さで抜擢されて新型コロナウイルス対策を指揮した。そこで休業を強いられていた国民に給与の8割相当を支援するといった思い切った財政出動で失業や倒産を抑えたことで一気に名を上げた。政界入りする前は米国金融大手のゴールドマンサックスで働き、投資会社を共同設立するなど金融界で成功を収めていた。妻はインド系の IT 情報技術大手のインフォシスの共同創業者の娘で、スナク氏は最も裕福な国会議員の一人と言われる。その経歴から前回の党首選では庶民感覚が分かっていないと批判され、党員の支持が伸び悩んだ。だがその論戦でトラス氏の財源なき大規模減税策をおとぎ話と批判したその予測が正確だったことも証明された。金融畑と元財務省の経験を生かして、まずは失墜した政府の経済政策の信頼回復に汗を流すことになる。ということで、わずか42歳ですから本当に、まあ、なんて言うんでしょうね、この
まあ、EU を含めたですね、この民主主義国の中でも本当に若手の、指導者ということになるのではないかなというふうに思いますね。習近平氏が確か79歳という年齢でしたし、その他ですね、フランスのマクロン大統領なども若い方にもちろん入るとは思いますけれども、それでも42歳という年齢ではなかったような気もしますし、まあ、これから英国を率いていくスナク氏はですね、どのような感覚でこの政策運営を担っていくのかということに非常に興味と関心が、個人的にもありますね。ということで今日は2022年令和4年の10月25日の火曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。